後ろ。分かってるよ。踏み込みも甘い。もっと踏まなきゃ。簡単に言うけどな、こいつを踏み込んでいくのは相当の技術と度胸がいるぜ。だってそういうセッティングしたんだから。キヨもちょっと手を焼くかもな。こいつはジャジャ馬だ。今の俺じゃとても最後まで踏み切れねえ。待たせたな、アキオ。キャブターボ、セッティング完了だ。ちょっと入れ込みすぎてますかね。ん？いや、いいんだよ。2年前よりずっとよくかけてる。けど一つだけ気になることがあるんだけど、はっきり言って読者の方向いていない気がするんだけどな。もしかして乗らなくてもいいと思って書いた？わかりますか。って当然ですよね。どうして？最初は素直にこういう生き方もあるんだって、フラットレーシングの黒木高之という時代遅れのチューナーの生き様を追うつもりでいたんですけど、書いてるうちにこれは読み手には絶対伝わらないなって思ったんです。でもそれでもいいんだって。正直言うとこれは私自身のために書いたものなんです。君らしいといえば君らしい。掲載されることのない原稿でも私は最後まで彼を追います。たとえ最後の一人になっても。今度はもう逃げたりしない。来てたのか、ミカ。いつも開けっぱなしなんだもの。本当に不用心ね。まあ、取られるようなものなんてないしな。走ってきたの？少し、隣でね。じゃあ黒木さん、また。ええ、じゃあ。ポルシェなんて珍しいね、お客さん？いや、客じゃない。ミカも聞いたことあるだろ、ブラックバードって。ブラックバード？あの？そう、湾岸の帝王、黒い会長、彼がブラックバードだよ。彼が？思った通りか、それともイメージ違ったか。友達ってわけでもなさそうだったけど。違う違う、もっとずっと遠い人間。まあ遠いんだけど、でもあるとこ恐ろしく近くもあるかな。走り続けることが本能みたいな人間ってわけ。嬉しそうだもの、タカ。ごまかせないな。正直嬉しいよ、認められたみたいで。彼と彼の周りにいる人たちに。まるで磁石みたいに集まり合うのね、同じスピードの領域で話し合える人間たちって。出るの？ああ、少し走ってくる。私も一緒に。いや、一人がいい。少し走るだけだし、体が熱いっていうか、走ってクールダウンしなきゃ収まりがつかないんだ。じゃあな。車は機械、早く走るためのツールに過ぎない。乗り手の要求に確実に正確に応えてくれればそれでいい。それ以上でもそれ以下でもないはずだ。
つは違う。あの Z にはただの機械じゃない何かがある。それは認める。富永、北見、あの二人がセッティングしたキャブターボ、それを懸命に乗りこなそうとしている。一瞬でも気を抜くと一気に離されてしまいそうだ。確かにこれでセッティング完了だ。だが勘違いしないでくれよ。俺たちができる範囲はここまでってことなんだ。セッティングに終わりはない。走り込めば必ず問題点は出る。それを微調整してまた走り込む。ひたすらそれを繰り返す。まるで生き物を育てるように車を仕上げるんだ。アキオ、ここから先はお前にしかできないんだ。お待たせ。悪いわね、呼び出したりして。構わないわ、どうせ仕事が終わったら出るつもりだったし。やっぱりレイナちゃんにもわかるのね。え？磁石みたいにお互いが呼び合うのよ。ステアリングからエンジンの熱さまで伝わってきそうだ。参ったな。俺もお前もどうしてこんなに熱いんだ。お前も分かっているのか。そう、間違いなく会える。今夜あの Z に。普段はそんなこと言わない人だから、今夜は特別に強く呼び合ってる気がしたの。タカと Z の彼、そしてレイナちゃんとブラックバード。タカも言ってた、会いたいという気持ちがあれば Z に会えるって。会いたいっていう思いの強さがお互いを呼び寄せるのよ。少しだけ様子を見るつもりだったんだが。いいのかい、アフターアイドルなしでいきなりエンジン切って。よくはないでしょうけど、プラグの夜景を見たくて。アイドルで回してると被るってわけか。かぶり気味に見えるけど。うん、まだ足りないってことだな、踏み込みが。あ、わかりました。さすがに鋭いですね。6本とも綺麗に同調して同じように焼けている。この Z っていつも6番が焼け気味だったんですよ。自分でいろんなセッティングしてきたけど、ただの一度だって6本が綺麗に揃ったことなんてなかったのに。すごい人たちですよ、北見さんや富永さんって。本当、エンジンと話ができるんじゃないかって思うくらい。だがまだ乗りこなしてはいない。ですよね、やっぱりギリギリのセッティングなんです。少しでも気を抜くとこいつが振り落とそうとする。とんでもないジャジャ馬です。そっちも富永さんがリセッティングしたんでしょ。その割には全然踏んできませんでしたね。なんからしくなかったな。今さらですけど、また一つこいつのことが分かりましたよ。あれこれ自分でやってたセッティングがまるでこいつを虚勢するようになってたってこと。少しでも長く走れることを望んで、どこかでセーブして危うい過激なセッティングを意識的に避けていたんです。でもそれは Z の本性じゃない。今だけを、いつもその時だけをマックスで走る、それが Z なんだって。今夜はどうしますか？
僕は今から横羽線を上がり C1 に。わかった。乗りこなしていく。確実にその危険なマシンを。どうしてそこまで信じられる。なぜそこまで気持ちを持っていける。俺はダメだ。フラットレーシングの 33R と走って以来、どこか流れが変わってしまった。挙動が安定しない。わけは簡単だ。コーナーも直線も踏み切れていないんだ。ほんの少しアクセルを戻している。完全なオンで回っていない。俺はもうこのマシンを信じていけないのか。離される。ついていけない。その走りにバラバラと音を立てて、走りに対するモチベーションが崩れていく。あまりにもあっけなく。初めて取材に行ったのは大学を出たばかりの時。チューナー対抗矢田部最高速トライアル。そこで黒木さんと。ううん、実はもっと前に一度だけ会ってるのよ。どこで、いつ。それより3年前かな。六本木。タカが大学3年で私が2年の時。人数合わせで呼ばれた合コンでね、タカもそういう都合で呼ばれてきてたらしくて、二人だけ完全に浮いてた。車で来てるって言ってお酒も飲まず、ろくに話もしないで。後で話したんだけど、タカったらその時のことまるで覚えてないの。すぐ隣に座ってたのにね。で、一次会が終わってタカは帰ろうとしてた。私勇気を出して言ったの。送ってくれませんかって。悪いですけど、そういう車じゃないんで。タカの目は急いでいたわ。私は意味もわからなくて、ただショックで。でも今ならわかる、そういう車じゃないって。あの後タカは一人で湾岸あたりに出たんでしょうね。でしょうね。あの時すでにタカの心はチューニングカーに奪われていたのよ。どこだ、どこにいる。私、タカと離れていた2年間、仕事は充実していたけど、なんだか違うものを見ているようで。わかるな、私もそんな気持ちになることあるもの。行くか止まるか、普通の人間には理解できやしねえだろうが、俺たちには結局この2つしかないんだな。行くと決めた以上、とことん行くだけだ。失いたくない、守り続けたい。このまま少しでも長く今のままでいたい。お前も俺たちもどこかでそれを望んでいた。だがそんなものはもうあの Z じゃない。何よりも Z 自身が望んでいないことを俺たちはしようとしたんだ。分かりすぎるほど分かっていたくせにな。ただ頭でそう分かっていても、目の前で Z が傷つくのを見るのが怖かった。無意識に守ろうとして目をそらした。まっすぐ見ていたのはただ一人、レイナだけだった。Z は走りたいんだ、アキオ。これだけスピードに飢えている車はいない。それを限界まで引き出してやることが俺たちの務めなんだ。そしてそれができるドライバーは Z に選ばれたお前だけだ。会えたわ。やっぱりね。気持ち、ブーストの立ち上がりが悪い。吸気温も高すぎるし、思ったより油圧も低いか。走れば走るほど全部やり直したくなる。パーフェクトには程遠い。だが今夜会える、絶対に。
るかな、そんなにうまく。会えるわよ。だってそういう夜だから、互いに呼び合って会えるべくして会ったのよ。彼も今この場所が自分の場所なんだわ。立ち止まれば、それはもう Z じゃない。たとえ今夜限りでそのエンジンが息絶えても、必ず会える。近い。血が沸騰する、ヒートする。自分はこれほどヒートする人間だったんだ。つくづく思い知らされるよ。俺はこういう命を削るようなやり取りを望んでいたんだと。そして君もだ。ハンチングなし、油圧安定、タレなし、油温 OK、 水温、排気温 OK、 AF 値ベスト、加速が伸びる。完全に Z を射程距離に捉えた。ダメ、タイミング外した。湾岸入っていきなりだもん。もう追いつけないよこれ。大丈夫、レインボーブリッジから浜崎ジャンクションに出て待とう。失速した。加速は途切れなかったけど、ほんの一瞬足元を救われた。久しぶりに第三者として見たけど、この走りはあまりにも常軌を逸している。この場所にいられる人間しか理解できない。今なのかもね。今目に見えるものを認められるか認められないか。女子大生のバイトから入った世界で、私一発の雑誌や気取りでチューナーの世界について随分高に行ったことがあったわ。経験を積んでチューナーはスキルアップしていく。なのに金銭面や人間関係は全然ダメなままで歯がゆかった。私はタカしか見ていなかったし、それがタカと私のためだとも思っていた。この世界のルーズさを変えたかった。少なくともフラットレーシングだけは。でもそれはあまりにも無知な勘違いだった。あの時タカが言った言葉も今ならちゃんとわかる。お前にはエンジンの声が聞こえないだろう。声？そう、音じゃなくて声だ。世の中を走っているのが車という機械なら、俺たちが作っているのは車という生き物なんだ。昔のことや、ましてやこれから先のことではなく、きちんと今のタカを見て、そして認めたい。あの頃はできなかった。先のことばかり見ようとして二人の未来がうまく見えなくなって。結局離れていくしかないと思った。でも何の解決にもならなかった。そんなんでごまかせる思いじゃないもの。ミカさん、過去でもなく未来でもなく、今目の前に見える彼を認める。私の答えはそこにしかない。離れていた2年間、私はこの世界から遠ざかり、
そして逆に分かった。離れていたことによって見えてきたものがあるの。今ならあの時見えなかったものも見える。そしたらたまらなくなって、もう一度タカと同じ場所で同じものが見たいって。そう思うとたまらずまた彼のそばに来たの。呼吸が重なる。お互いの加速がはっきり伝わり、この速度で他者との位置が鼻先一つで決まる。最高のリズムでラリーを繰り返しているようだ。一度出た失速感はすぐに引っ込んだ。だがもう一度来る。エンジンじゃない、燃料でもない、電気、ミスファイアだ。必ず出る。1分後か1週間後か、この速度でミスファイアすれば最悪ブローだ。何が起こってもおかしくはない。だがそれはそっちだって同じだろう。この場所を走り続ける限り。もういい。